天才を知る者は天才である。新しい進歩には怖さあり。我々が歴史から学ぶことは、人間は決して歴史からは学ばないということだ。早起きして新聞を読むことは現実主義的な朝の祈りである。真理をめぐる重要な点は、真理を実体としてでなく主体として捉え表現することである。自由な人間は決して妬まない。彼は偉大なものを喜んで受け入れ、そうしたものが存在することが嬉しいと喜ぶ。偉人とは、その時代の意思を言葉に表し、その意思が何かを時代に語りかけ、そしてそれを達成できる人物である。その人物の行うことは、その時代の核心であり本質である。偉人が時代を実現させるのだ。一般によく熟知されているものは、熟知されているからといって認識されているわけではない。物事の起源がどこにあるかは完全に無関心な問題であり、唯一の問題はそれ自体が真実かどうかということである。幸福で安全だった時代は、歴史の上では白紙になる。自然な魂は常に憂鬱に包まれて悩まされるようにできている。妥協を許さない、抑えられない不幸な渇きが私たちを真理へと導くのだ。個人や国家や世界支配の欠点を見つけることは、その真の内実を認識することよりも簡単だ。この世で情熱なしに達成された偉大なことなどない。あらゆる思考は一般化であり、一般化というのは思考の特性である。何かを一般化することは、それを思考することを意味するのである。限界に気づくということは、すでに限界を超えているということである。最初の要素として、神は時間を超越している。合理的なものは現実的であり、現実的なものは合理的である。抽象を現実に定着させることは、現実を破壊することである。哲学とは性質上難解なものであり、群衆のために作られたものでも、群衆のために用意されたものでもない。人間は教養形成によって初めて人間としてかくあるべきものになる。人格とは、高いものと低いものが一つになったものである。